ちょっといいかな。あ、何？武徳って知らないかな。武徳なら老子に聞けばわかるんじゃないの。いや、老子に尋ねるわけにはいかないんだ。ふん、そんなら自分で探すんだね。わかった。ちょっといいかな。お兄ちゃん何？武徳ってわかるかな。知らないよ。そうか。すいません。はい、いらっしゃい。武徳を知りませんか。武徳？さて、文武廟の老子様に聞いたらよかろうに。訳があって文武廟では聞けないんです。それならこの広いワンチャイをくまなく訪ねて歩くほかなかろう。武術家を探してな。そうですか。すいません。なんだい？武徳を知りませんか。え？どうだろう、ちょっとしたことでも何か心当たりは。武術をやってるやつに聞いてくれねえかな。そうですか、聞いてみます。すいません。はい、ようこそ。武徳を知りませんか。そこの文武廟でお聞きになってはどうですか。そうですか。あなたはさっきの。あなたはなぜ文武廟に。私には一つの願いがあるの。そのためにずっとお参りを続けているのよ。あなたにもあるようね。あの、聞きたいことがあるんです。何かしら。武徳をご存知ですか。武徳は自分で学び取るもの。でも一体どうすれば。徳のある武術家ならば誰でも心得ているわ。武術家？訪ねてみることね。武術家か。